ちんさ、結局正義って何なの？正義、正義、正義とはですね。なんかさ、勝った方が正義とか、人の数だけ正義はあるとかよく聞くけど、どれもピンとこないんだよね。ユミチンでもわかんないか。ちょっと待っていてください。少し時間をもらえればお答えできます。私はもっとさまざまな正義に触れる必要があるのでしょう。早速正義について学ばせてもらいましょう。うん、鎮魂の夢に沈みましょう。ヨミ、舞順じますか。鎮魂の夢に舞い散る。正義とは、正義とは。正義を探していますの。ヨミさんは何が正義かをご存知ですか。正義は魔よしと言いたいところですが、お金でしょうか。お洋服が欲しい、お腹が空いた、重い病気になった、汚い手段を使った、これらは全てお金で解決できますわ。これは正義ではないのですか。正義とは正しい行いのこと。お金があっても正しくないことであれば、それは正義ではないでしょう。え、お嬢様のおっしゃることはいつも正しいですわ。これもお金の力です。それは違います。お金を持っている方に苦労は分かりませんわ。ですからお金が正義であることも分かりませんわ。お金を持っているいないに関係なく苦労はあります。お金を持っていて解決することはあっても、なくて解決することはございません。これだからお嬢様は嫌いです。そこです。そこです。
ではないと私は信じたいです。すべては正義のために。あの方に顔向けできない。忍びの極新たな技をひらめきました。今、鎮魂の夢に沈みました。任務開始。何してるんですか？見てわからない？マッサージよ。あなたにもやってあげましょうか？必要ありません。なぜそんな必要ないことをやるのか理解できません。そこですか？100年間突破。そこですか？そこですか？2億連戦突破。造作もありません。失礼。いただいておきます。なるためよ。私たちにとっては何よりも大事でしょ。強くなる。これこそが私たちに最も必要なこと。つまり正義ということですか？強さっていうか、その人が本気で探しているものが正義じゃないかしら。私の場合は色気ね。強さによる色気こそが正義なんですか？あら、面白いわね。そう、色気は正義よ。でもまだまだあなたには正義が足りないわ。どうすればいいのですか？私が手取り足取り教えてあげる。やっやっそう、やっやっそこですか？
これは正義なのでしょうか。すべて正義のために。アヒル、力が及びませんでした。忍びの気を、新たな技をひらめきました。ユミ、鎮魂の夢に沈みます。任務開始。みのりさん、どうしたの？お菓子がなくなったの。どうしても欲しいの、欲しいの。そこでした。フッ、特例室突破。ハッ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 。そこですか。300レース突破。ドン、ハッキ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 。そこですか。ハッキハッキ。そこですか。ハッキハッキ。400レース突破。ドン、ハッキ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 。みのりさんはいつもお菓子を食べているでしょ。我慢なさい。やだやだ、お菓子がないと力出ないもん。でもカレーもオムライスも食べたいな。みのりさんは何を一番求めているの？おいしいものは何でも欲しいの。おいしいもの食べてもっともっと強くなるの。つまりおいしいは正義だったの。ねえ、おいしいものの話したらお腹空いたよ。何かちょうだい。持っていませんし、少しは我慢しなさい。やだ、お腹空いたよ。体に隠してるお菓子出してもらうもん。はぁ、いかがしか。そこでした。戻ったら、おいしいかき氷を食べることにいたしましょう。すべて、正義のために。さらなる修練を積ませていただきます。成長を続け、新たな技をひらめきました。うん、鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。スキアリン、ちょっと何をするんですか。くぅ、余計さにふわふわで最高。あたいの前でそんな大胆に父を晒してるのが悪いぜ。400レンズ突破。ハッ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 
さぎ、舞い忍びます。鎮魂の夢に舞い散る。その手当たり次第に他人の体を触る癖は直した方がいいと思います。分かってないな。いいおっぱいを触った時のあのしびれる力がみなぎってくる感じ。力がみなぎってくる。そうそう、定期的に触らないと力が全く出ないんだ。あたいにとってはこれも修行の一つだな。つまり強くなるために他人の胸を触るということですか。ん、そうだな、そういうことだ。つまりおっぱい、胸は正義。なんだか納得がいきません。いや、その通りだぜ。試しにお前の正義に触らせない。やっはっくれー。修練を積ませていただきます。忍びの極め、新たな技をひらめきました。夢、鎮魂の夢に沈みます。野球舞い忍ぶ。あれ、舞い忍びます。最終戦勝負。結局正義とは何なんでしょうか。ユミさん、ケバリのお茶ちゃんキャンディー知らない？せっかくもらったのになくしちゃったの。さあ、存じなさい。貴様、ケバリに何をした？左から笑顔を奪うとは。ユミ、貴様だけは絶対に許さん。キャンディー一つでお店だ。お相手して差し上げましょう。ヒバリ、待ってろよ。ヒバリの笑顔がこれを強くする。キャンディーちゃん、ユミさんは何もしてないよ。二人が喧嘩したらヒバリ困っちゃうな。困った顔、それはそれで可愛いぞ。ヒバリ、攻撃力が上がった。まだまだ来る。終わりだ。綺麗に一本。可愛いと思う気持ちが野牛さんを強くしたのでしょうか。
つまり可愛いわ。すべては正義のために。可愛い、可愛いは正義。こうしてはいられない。私も正義を貫かなくては。かわいい。格好だけでなく話し方も可愛くした方がいいよね。プリプリ。ゆみち、どうしたのその格好。あ、しけちゃん、正義って可愛いってことだったプリ。あ、プチソープリよ。私可愛いプリ。も一緒に。かわいいは正義プリ。みんな来てよ。ゆみち